その時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。40年前の大晦日、茜が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがそこで、そんなわけねえのによ。もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。おやさん、そう、どうして。何？なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え？誰と。青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。え、おう、分かった。俺らも行くからよ。ちょうど呼び行こうと思ってたのか。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。はっ、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。おい、ああ
なんで俺らを襲うんだい。沢城藩を殺に突き出したわ。踊れら野郎が。お前らこそなんや。踊れら、何しに来たんや。久米に用があって来たんだ。あいつはどこだ。知るか、くたばれやボケ。久米はどこだって聞いてんだ。早く答えろや。くれ。ちょっと一番やりすぎよ。ハケ、久米はどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信がある。根性見せるつもりなら試してみるか。質問に答えろ。久米はどこだ。そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何、カムロ町に行っただと。踊れ、この間選挙官に押し込んできよったら、せやさかい久米は都知事に青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができん言うてな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米じゃなくてもいい。青木亮に会わせろ。そんなんわしに言われても。おやっさんを殺して、星野会長を殺して。答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ。一番うるせえ。俺はな、若と荒川雅人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。誰だ。なあ、あんた、なんだい、偉人町に。通りすがりだ。なわけねえだろ。誰なんだよ、あんた。大阪じゃ味方してくれたよ。おやっさんとはどういう。身の上話をする気はねえ。あ？俺は日の当たるとこじゃ生きられない人間だ。だが、だからこそ手に入る情報を持っている。何の話で。青木亮の次の一手はまたこの偉人町で刺される。何、次の一手って何だ。お前にその中身を伝えるつもりだった、ついさっきまではな。何だと。知ってならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえって相手を人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報ってなんだよ。若の次の手ってのは何なんだよ。ああ、そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったら小見汁に来い。俺はそこで待ってる。小見汁。今小見汁では孫妃がシステムの復旧の指揮を取っています。復旧の目処は立っていないとは聞いていますが。
なるほど、そっくりだな。ん？何か？いつだったかお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死んだ。ほう、夢でも見られたのでは？聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。ご自身の記憶は夢ではないと。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ、同じ覚悟で生きる。つまり暗純義とは永遠の命を持った存在なのです。なるほど。はあ、お前ら司令か。いい、私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。で、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ねえもお前ら次第だ。続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな。では青龍会の組長殺害にあなたの関与はないと。ええ、もちろん。言い切りますね。では仮にも世間で多少の疑いが出たとしたら？ゴシップ的な扱いで終わりますよ。それはつまりあなたが関与している証拠は一切出ないし、警察で確保された沢城が星野殺しはあなたからの指示だったなどと漏らすこともないと、そういうことですね。そう捉えて構いませんね。へえ、そう取り乱さないでください。警視総監ともあろう人が。そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。先日蒼天堀での近江連合解散はまさに想定外でした。あの状況を見るに、あなたはそもそも初めから荒川真澄の手綱を握れていなかったということになる。彼ならもう舞台を降りましたよ。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは。あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいい。いろいろ気になることもあるでしょうが、でもご安心ください。すべて私が見ていますから。大阪の近江連合本家が解散を謳った今、神室町にいる残りの近江は所詮烏合の衆でしょう。荒川も沢城も消えた今、誰がそれをまとめるんです？さあね、とにかく私にお任せください。でも今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです。特に今はデリケートな時期です。それくらいお分かりでしょう。ですから今後私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ、堀之内さん。そういうあなたこそ事前に何の相談もなく国の政治にまで手を広げた。いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、事前に相談してほしかったんですか？相談してもしなくても何も変わりはしません。私を止める力など誰にもない。それでも助言ぐらいはできたはずです。
あまり身の丈に合わぬことは慎まれた方が賢明ですとね。でも言ったところで無駄でしたか。あの野郎、都知事への敬意が足りてないとちゃいますか。面倒になる前にけじめ取りましょうか。勝手に消すなよ。俺の楽しみを奪うな。楽しみでっか。あいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。なるほど、わかりました。ところで偉人町から久米が泣きついてきてますわ。選挙中の警備を増やして言うて。それはこっちの仕事だ。なんとかする。そっちに頼んだ仕事はどうなっている？偉人町の方は手配済みですわ。この先は知事といえどもことが済むまでわしとはもう連絡が取れんようになります。そこはご承知おきを。石尾だ。はい。東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている。他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ。ありがとうございます。後悔はさせまへんで。来たな、春日一番。あんたは俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知らねえ。えらく不公平な気がすんだけど。意外と細かいことを気にするんだな。細けえことはねえよ。普通気になんだろ。じゃあ聞く。俺が誰だか知るのと青木亮が次に何をするか、奴の次の一手が何かって情報、どっちを知りたいんだ？そりゃここに来た目的ってのは一つだよ。分かりゃいい。だが俺からも条件がある。なんだと？お前とお前の仲間たちがその情報を渡すに値する相手かどうか確かめさせてもらいて。あいにく俺は拳で人を見るタイプなんでな。そういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよ。やめとかねえか。情報だけ教えてもらえねえか。なぜだ？ここんとこ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよ。どうやら気が立ってんだ。今の俺は手加減する自信がねえ。あんたやりかねねえよ。ふん、そりゃちょうどいいな。んだと？ふざけやがって！吐いた唾！飲むんじゃねえぞ！お前の欲しがっている宝はこの奥にある。宝の番人は俺だ。手にしたきゃ。その番人を倒して前に進め。てやるよ。死ぬ気で来い。ほら、死にてえやつだけ
悪くなかったぜ、春日一番。何？てて一番、ちょっとねえ。あ、あれ、ドラゴンは？ドラゴン？何言ってんだよお前。え？ちった頭冷えたか。頭冷えたかって。ええ、きっちり冷えたよ。ならいい。マジかよ。それだけのために喧嘩吹っかけてきたのか？お前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた。敵に勝ちたいんなら。向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、どんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動け。それがお前自身のためにも仲間のためにもなる。青木亮がこれから何をする気かはっきり見せてやる。いいタイミングで来たな。ソンヒ、その人に頼まれていたんだ。偉人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと。起きるはずのこと？ああ、そのために青木寮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。で、見つかったんだな。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。探し物って？殺し屋だよ。偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた。殺し屋が偉人町？なんで？清流会の会長を殺した犯人は沢城、そしてその命令は
青木亮が下していた。その沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ、青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。いくら警察に黙秘を続けているとしてもな。沢城の頭が目障りだから、その殺し屋を使って殺そうってのか。青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になっている連中はそう言っていた。あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか。昭和を牛耳っていたあの殺し屋探すついでに、どうせ俺のことも調べたんだろ。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれ。余計な話は後だ。だがさすが情報通のコミジュルだな。よく探してくれた。まあな、野暮な話をしてしまったから。じゃあ本題に入ろう。ここどこだ。スナック街の裏手。ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。ん？俺も知ってる。オウミの下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。おお、やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。ミラーフェイス？え、何？有名人？ああ、有名な殺し屋さん。え？こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか。沢城を狙って。でもどうやって。ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装、やつなら朝飯前だね。楽勝じゃない。若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。教えたところでどうなんだろうな。何？どういうことだ。仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がするね。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか。よく考えろと言ったはずだ。この状況すべて踏まえて、俺がやはり間違いだったと言や、お前は見過ごすのか。俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。で、あんたもうちょい手伝ってくれるのか。あんたがいればめちゃ心強いんだけど。それはできねえ。え？春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ。全て教えてやったらどうだ。春日、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな。はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも、俺の素性を明かすことも
やっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた。そりゃ、そのマジで強えって本物だと思った。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ、死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。ええ、それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。総帥、例の場所に動きは。は？今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシーが。こいつって石尾田だ。沢城の頭はこいつが親さんを殺したって。こりゃ確定だろ。青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてる。その標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜ。もし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう。昼間はさすがに人目につく。つまり奴らが動くのは今夜ってこと。沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい。私が青木亮ならそうするね。くそ、でも若たちにはもう何もやらせやしねえ。絶対にやらせやしねえ。ソンヒはこのままモニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田んとこに行く。異人町から反撃開始といこうや。石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった。コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。ふん、糸の粘り強さが売りなんですよ。うちは昔からね。おやっさんを殺したのはお前なのか。いや、ちゃうな。荒川を殺したんは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと、なんて言い草だ。おい、てめえ。なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに。警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。
じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け歴だったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち？こんな、マジかよ、力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや、ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい？132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあその第一条は何だった？知るかバカ野郎、何も覚えてるわけねえだろ。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。てあぶねえ。ちっ、しつこいな。うわ。終わりだぜ、石尾だ。沢城の頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どのみちお前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。川のおやさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ、一生だ。おやさんはあの夜、港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。どう違う？話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん、ちょ待て、誰かおる。あいつは。よ、やりましたな、大公。この間の蒼天堀であんたの真意が極道の解体やと分かったとき、馬車震えましたわ。東条会の裏切り者としてのおめえも、その目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて、俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時は
わしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。どないした。それが踊れろ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい、二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残ると思うんや。天道。石尾だ。もう近江も東条家もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江は沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかもしれん。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスはこんかった。おもろいもんですやろ。天道。じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる。やっぱりしくじりよったか。一生だは仕事が雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか。ほなもうポチッといったれ。了解しました。